い、それでね、本日もスマブラ35ファイター目だっけの VIP 挑戦いきたいと思います。で、今回はですね、あのね、ストファー剣、行こうと思ってます。これで多分ダッシュファイターが多分全部終わるんかな。なんか前回リヒターでやってダッシュファイター終わるって言ってたんですけど、多分ダッシュファイターがロイクロームだよね、多分ね。なんか今ネットで調べてロイクロームがダッシュファイターで、あとピーチデイジー、で、これも片っぽ終わってて、で、サムスダークサムス、これも片っぽ終わってる。で、マルスルーキナ、これも片っぽ終わってて、で、リヒターシモンと、あと今回、剣竜がダッシュファイターとしてあるので、今回やれば全てね、ダッシュファイターの片っぽは終わるっていう感じだと思うので、行きたいと思う。まあ、結構長い道のりだと思うんだよね。剣は結構かかる気がする、VIP 行くまで。ちょっと苦戦するとは思うんだけど、一個だけちょっとね、覚えようかなと思って、一個だけさっきちょっとトレーニングモードで練習してきてもらうので、そちらをご覧いただければと思います。はい。はい、ということで、剣の、まあ、撃墜コンボ一個だけ覚えるって感じかな。上強 A 長押し、上 B?これ?はい。すごいね。80% からいけるから。80% から撃墜できるからめちゃくちゃ美味しい。しかもそんな、全然むずくないで。昇竜拳に関しては別にコマンドじゃない。単なる上火。上があれなんだよね。多分、上、よくわかんないんだけど、上っていうか、強攻撃。上強がよくわかってないんだけど、これ上強がさ、なんか出るときと出ないときあるんだよな。よくわかんないね。弱く弾くんかな?弱く弾いてもダメだろ。これがわかんないんだよね、いまいち。強く弾くとこなんだよな。当てどころなのか。なんか当てどころ、これがいまいち弱く、これ。弱いのが入ったら、あと A 長押しして、昇竜拳打てばもう 80% から撃墜できるから、めちゃくちゃ美味しいよね。ちょっとこれだけ知って、自分が剣相手にされて、いつも毎回ね、この低パーセントでやられてたので、全然むずくない。コマンドさえなければ。コマンドする必要ないので、上強をちょっと得て、当たった瞬間に、普通にノーマル A を長押しして、当たった瞬間また上 B を入れると。ただそれだけ。これの1個だけちょっとコンボを覚えて、VIP 挑戦、剣は行きたいと思います。他覚える気今んとこないです。もし VIP 行こうとして、ちょっと無理だなと思ったらちょっと上手い人のね、コンボを見ていきたいと思います。とりあえずこれだけ覚えていきます。あとはもう今までのスマブラ。今までやってきたキャラクターの知識だけで、テクニックだけでいきたいと思います。はい。はい、ということでね、もうこの世界戦闘力見てくれればわかると思うんですけども、まだ一回もね、VIP 潜ってないので、まず初戦ね、見ていただければと思います。まあ多分ね、めちゃくちゃだと思うんだけど。はい、ということでいきます。はい、じゃあ初戦セフィロスお願いします。まあ勝てないと思うんだけど、しかもニストだしな、サンストやらせてくんねえから慣れてない時が、多分こっから落ちていくと思う。多分剣はね、マジで時間かかると思ってるから、まあ最初ちょっと一戦だけ見てもらって、あとはちょっとみんな見てもらえれば、見てもらえて、あとは適当に落ち着くところまでやっていきたいと思いますので。ベベ。わかんねえ。マジで何やりんだかわかんねえ。波動拳がコマンド出やすいな。やべ、ガーキャンって何やりんだこいつ。全然わかんねえ。スマッシュが入んだろ。やべ、間違えた、暴発した。76だったらセフィロスだったらあれでいくだろ。でもこれなんだよな、横が入れねえんだよな、近づけねえんだよな。あー、ダメだ。やべ、自分から入っちゃった。やべー、やべえ、リーチが長えからどうせいいんだかわからねえ。ジャックがさっきの練習が入らねえんだけど。あ、ダメだ、届かない。昇竜拳でいけると思ったんだけど。危な。これ空母で行く?やべ。近づかないと剣殺せなくね?やべ。家で行かないよ。いや、操作ちょっとしづれえな。やべえ、ガーキャンして、ガーキャンウェブやりて。いやー、飛ぶ。167やられてる。お、ギエリ行った。喋れねえ。いやー、あ、まさかのちょっと待って、まさか勝てると思ってねえんだけど
勝てると次勝ったら VIP じゃん。さほど慣れてないけど VIP 行くことになるんだけどさ、もう VIP 行ったらもう終わりにするからいいんだけどそれで。はい、ということで県2戦目多分絶対無理だと思うんだけど、はい、行きたいと思います。2戦目もうこれ勝ったらやめるよ、もう勝ったらやめるからね。はい、ということで全然慣れてないんだけど行きます。あ、いや、ドンキーか。無理、さすがに無理だ。さすがに勝てない。よろしくお願いします。勝てる。やべ。空撃で来るタイプか。あ、無理だ。空撃で来る。危ない。いや、ガーキャンマジでわかんねえ。何気に結構いいかもしれない。やめて。よし。あれなんかうち勝てると思ったのに勝てなかったんだけど、全然ドンキーに。あれ？ラグ。今ウェビーショット2勝ちなんだけど。待て。待て、全然なんかできねえ。ウェビーどうやってんの？あべ。あいつ、待っちゃった。出ねえ。いや、これだ。これがコンボじゃ。さっき言ってた。でもなんかこれは勝てる気がしないな、さすがに。やべ。あ、なんか勝利券出た。ダメか。あ、待て、違う、上火じゃない、横火をやろうと思ってたんだけど。やべえ、入ってた。思ったよりギリが伸びねえ。これ行く？行かねえ。で、マジでお手軽コンボだな、さっきやってたけど。これマジで強え。相手むずくねえし、てかマジで行くんじゃねこれ、ビップ。頑張れば行くぞ。あ、やべ。ズリー。あれだけでもう、自分とこ、同じパーセント取られて。よし。行くぞ、ビップ。ダメか。あ、行くんじゃない？あ、ダメか。やべ。あ、これ。あ、終わった。くっそ、もうちょっとで、もうちょっといけたんで、私のなんかもう、レバガチャを擦り切らない癖が出てしまってるな。惜しかったな。リップまでもうちょいだった。はい。ということで、まあ、とりあえずね、剣で遊んでいきます。しばらくちょっとね、2戦だけ見せて、さすがにここからね、運よく勝てるとは思わないんで、またちょっと落ち着いたところからね、取っていきたいと思います。はい。ということで、剣が、なんか、200万台まで、100ビップまで落ちたんだけど、なんかさ、強さがわからねえ。逆ビップ帯とビップ手前が、マジで普通に逆ビップ強えわ。っていうところでいきます。はい。剣道しかやめてくれよ。で、なんか、オープニングだったら、植強弱の、なんだっけ、植強弱昇竜拳だったんだけど、別に植強じゃなくてもいいね。普通に弱だけでも行くんね。これ昇竜拳繋がんね。なんかキャンセルが入るんかな、昇竜拳やろうとすると。これどっちが私の剣だかわかる？紫の、青の方が私ね。はい。これどうだろうな。やべ。やる。いや、逆向いてる。ダメね。自動振り抜きだけど。これどう？いかねえ。足りなかった。いい勝負。
131。くそ、でもこれ、あ、帰ってこれるか。回避が。これ帰って、よし。やめて、やめて、カメ、やめて、よし、とりあえずギリギリ早出し、いった、終わった、あぶね、弱でごまかしてたらなんか入った。勝利点別に簡単だからごまって言ってもいいんだけど、もうさ、ミスるよりは普通に NB 打った方がいいと思って普通に NB 打ってます。あっちはやべやべ、終わった、終わったのは向こうでした終わったのは向こうでした、私じゃなかった。上で逃げてきた、ちょっと待って、なるべく稼ぎたいんだけど。よし、 25% 入ったからもういいや。いやー、でもよくいいや。煽んないでよ、怖いんだけどマジでやべ、普通にやばいんだけど、えぐ、パーセンテージえぐくない？いや全然入んねえ技が、えぐ、一気に取られた、めっちゃ煽ってんじゃん。74、ちょっと OP 回復するために昇竜拳とりあえず適当に分配分配ですちょっと OP 回復したい、昇竜拳は昇竜拳は早めに90までいかないと多分無理だよな、84って多分無理な気がする。ちょっと使わないためにわざと今弱3連っていうか昇竜拳使わずに、いやーん、掴みとけばよかった。よし、ありがとうございました煽るから負けるんですやばい、じゃあ、あと VIP 手前でお会いしましょう。とりあえずね、200万から帰ってきたっていうご報告でした。はい、まだまだいきません。いや、もう煽る人とはやりませんありがとうございました。はい、じゃあね、1100万またね、戻ってきたので、行きたいと思います。キンクルか、スマホ壊れた、それはかわいそうだ。それはめちゃくちゃかわいそうだけど、でも勝負には手を抜けないから。やべえ。あそこで空母ってない、お決まりなの、キンクルの。誰かがやってるからみんな真似してるんだろうけどさ。やべ、調子が悪い。あそこでも空炎が絶対来るから。で、弱でごまかすね、着地の時に。これはインプットだもん。いやー、空母暴れが多いんだな。絶対暴れてくるから。あれ避けらんねえの、あれ。はい、無理か、暴れが絶対多いから。だから結構距離離れてんだけど、掴まれてんだけど、そんな距離ある。あ、ダメ、引っかかんなかった、やべ、マジか、超は、超食らったんだけど、あれね。王冠、往復と、あとタイプ当たると結構バカになんないぐらいの。はい。やべ、ちゃんと入んなかった。マジ強いな、一発入ると超食らうから。だから、髪がわけわかんないぐらいなんだけど。よし。ほい。よし、それ帰ってこれないだろ。いや、帰ってこれるんかーい。くちくしょ、いや、つかみマジいらん。はい、
さよなら。さよなら。ちくしょう。うわ、カウンターだったんだ。ほい、ほい。ほい。あら、やべ、当てちゃったー。いやー、クエヌいらー、お腹。当たりってる。いい、マジかよ、あれで横強はい、広はい、これめっちゃ多いよな。はい、なんでキンクルなんかに負けなきゃいけない。え、離れすぎ。はい、逆でごまかすはそこで食えんでしょ。入らなかった。34%。いや、逆行ったのになんかラグだった。これ回り込めばいい気がする。カウンターなんか食えぬじゃなくてそこで。けてめ、あー、あそこはうまく引っかかんねん。やべえ、入れ、入んねん。マジか。いやー、横強、マジやめて。こんなチェコズンなきゃいけないんだよ。こんなキンクルに。クソ、自分に腹立つわ。はい、ということで、あと VIP まで一勝ってとこまで今回流すね。最初やってるし、ということで、また VIP 一勝でお会いしましょう。はい、じゃあ行こうか。でー、ちょっとやめてほしいかもしれない、これは。なんかクエヌとかがこうエグいんだよな、あれ。ファルコンの。ファルコンじゃねえ、ファルコンの。これマジでえげつないんだよな。上強もえげつないし、クエヌもえげつないし。マジでえげつないんだけど。持続がえげつないです。マジか。マジか。飛ぶ。これ黙るわ。よし。喋れん。マジで喋れねえよ。無理だ。ちょっとラグ、しかもラグいし、めっちゃ。やべ、判定負けする。どうすか。守るしかねえか。ダメだ、漏れる、ガードが。はい、オッケー。なんか、ラッキー。相手のミスで。いいんだ、別に。いや、マジで判定負けすんのよな。判定がマジでえげつないんだけど。しかもラグいし、めちゃくちゃラグいんですけど。マジか。
いや、ラグすぎラギ、なぜこんなにラグいんですか。いった、ラグラグすぎたな。なんか最後の試合なんかあんまり嬉しくないんだけど、ラグがひどくてなんかストレスが。これいったの、あ、行ったわ。ということで皆さん行ったらしいんで、剣が終わりです。すげえな。VIP、最初調子良かったんだけど、2連勝してすぐ VIP かと思いきや、まあなんか1回200万まで、ね、動画としては見せてないんだけど、200万台まで落ちて、そこから盛り返してきたということで、次回ね、まだダッシュファイターって村人とさ、しずえってこれダッシュファイターなの？ネットじゃなんかダッシュファイターで調べたらこいつら出てこなかったんだけど、なんかそんなような気がすんだよな。だからどっちか行くか、村人かなんか行こうかなとは思ってはいるんだけどさ、実際やるかわかんないけど。ということで、こんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。あ、時間、見てみよう。はい、ということで、総プレイ時間数、剣、どこだ？剣、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 あ、いた。8時間半。あ、なんだ、そんなにやってるんだ。一回200万台まで落ちたんだけど。なんかやっぱ昇竜拳が激強なんで、なんか弱とかなんか当てた後になんかとりあえず昇竜拳入れときゃ倒れるっていう。はい、そんな感じでした。ということでここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の VIP 挑戦でお会いしましょう。バイバイ。